これはたくちゃんがコメントだな。お、健三もコメントあり得るな、これ。違う。ワイドだ、ワイド。はい、それでは第3位商品ですね、ご説明お渡しお願いいたします。はい、フットボールパークのから取り寄せた商品の詰め合わせではないんですけど、はい、その袋に入れた、まあ、豪華な商品がたくさん入っております。おめでとうございます。はい、じゃあ、ある意味一番いい音で、はい、おめでとうございます。一番いいので、こちらも一つに戻ってきてください。キューチさん、ぜひコメントお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。おめでとうございます。なんだろう、面白いことが言えないのですみません。これ言っといた方がいいですか？これ言っちゃっていいですか？さっき古墳時代っていう風にあったんですけど、実は大和時代でも OK なんです。おお、で、さすが先生、本物先生だ。実はあの大和時代ってあの自信満々に言ってしまって、で、答え合わせの時に大和時代ねえしって言われてしまって、足ガクガクになってしまって、その後ですね、ちょっと自分の動きも悪くなってしまって、まあ、すいません、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ややこしい問題で申し訳ないです。第3位黒チームでした。おめでとうございます。ありがとうございます。